ウォーリーさんマスクいきます。あ、ここによし、池田さんちょっと右側。今シーズンもよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。はい、多分あのこっちでどうぞ行ってくれると思う。あ、わかりました。緊張しました。初玉串どうでした？緊張の一言です。もういろいろ背負ってくるものがたくさんあるので、今シーズンはそんな気負いすることなく頑張っていきたいなと思います。今シーズンお願いします。どうですか？変わってないっす。始まりそれでええんか。はい、頑張っていきましょう。おはようございます。おはようございます。わかるよ、それは間違いない。あるよね、うん、ヒカキン紹介しようか。よくどんすけどおはようございます。 Z じゃん、逆転の Z じゃん。クソ楽しかったです。普通入ってんだね。背番号16番ゴールキーパーの阿部信之です。長野パレスエロから来ました。以前育成に所属してたり、このチームに所属してた経歴があります。ただそういうことは一切なしに、今シーズンにかける思いを、ぶつけてやりたいと思います。阿部信か、ノブって呼んでください。よろしくお願いします。こんにちは、浦和から来ました奥拓也です。久々の移籍なので緊張していますが、皆さん仲良くしてください。タイトル取れるように力を発揮できるよう頑張りますので、よろしくお願いします。おはようございます。モンテリア山形から来ました渡辺龍馬です。龍馬って呼んでください。タイトル取れるように、チームに貢献していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、明治大学から来ました春日総大です。仲良くしたいんで、どんどんいじってもらって、FC 東京の優勝のために全力戦います。よろしくお願いします。U18 から勝負してきました大森龍です。チームの力になれるように頑張るんで、もう思うことあったらどんどん、全然厳しくていいんで怒ってください。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。選手としても長くお世話になった、大好きな東京に帰ってこられて幸せに思います。これからは新人スタッフとして
チームの手助けをしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。イエーイ。はい、N つければもう NB 金バラ。印がですね、森重選手ですね。はい。で、阿部選手がこちら星です。で、こちらの20番。はい。で、ああ、ジャケット着てるからそうですよね。それでは続きまして新ユニフォームの発表を行います。まずはイメージムービーをご覧ください。メディアの方は舞台の近くに、舞台の近くで会場にいます。なので入るときに舞台それに皆さん、熱ですね、熱です。
小西君さすがに俺のあの色の顔しているんだと思わないからうるせえは入れたらダメあそれはあのね名古屋は全員水の話入ってるよあの契約もう来た。まだちょっとでもお洋服は見たことあるやつでね。まだまだなんだ。あーがっかりしてる。でもきっと誰かそのうち準備してくれるんじゃない？あーお願いしちゃいましたか。僕のユニ作ってください。多分あの偉い人も見てくれてるからね、きっと作ってくれると思います。そうそう感染拡大措置といたしまして、ステージ上に登壇する人数を制限しまして、登壇者の入れ替えを行いまして、3部構成のトークセッションとさせて、ここで俺でもあれですよ、あの かっこよく投げてくださいって言ってましたよ。お願いします。今移動してます。もう間もなくで、はい、お願いします。隠れてねえち、いたしはい。どうしますか。ありがとうございました。例年のシーズンで、そんなら自分が聞かれてみたかったんですけど、食事ってのインタビューに終わった瞬間こう質問されてるちゃんと、うなぎっすね、やっぱ美味しくて。あ、行きます。お願いします。このアスカは置いていきましょうか。どうぞおかけください。よろしくお願いいたします。大丈夫ですか。こちら見ていただきましたけども、まずはですね、自己紹介、大森選手から順に自己紹介とサポーターから何と呼ばれたいかというところを教えてください。U18 から昇格しましたディフェンダー34番の大森龍です。よろしくお願いします。下の名前がリオなんで、リオって呼んでいただけたら嬉しいです。リオと呼んでくださいということですね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、大森選手いかがでしょうか。あ、長谷川選手いかがでしょうか。
今期から FC 東京に加入をさせていただきます、明治大学から来ました蓮川壮大と申します。壮大か、あだ名はソーディーなので、ソーディー、はい、壮大かソーディーでよろしくお願いします。ちょっとソーディーになりそうな予感ですけど。ヒゲとかなんか似合わせて似合いますね。顔が赤いじゃあ、赤と赤お願いします。お願いします。お願いします。いただきたいと思います。阿部信之選手、青木拓也選手、渡辺龍馬選手です。どうぞお越しください。はい、ではおかけください。さあ、こちらも自己紹介となって呼んでほしいかというところから、渡辺選手から伺ってよろしいでしょうか。自己紹介一応お願いします。はい、本店では山形から来ました渡辺龍馬です。龍馬って呼んでください。よろしくお願いします。龍馬、わかりやすいですね。はい、さあ続いてバク選手。浦和レッズから来ました青木拓也です。まあ青木でも拓也でも何でも大丈夫です。何でも OK、 はい、もし好きなのに考えて呼んでくれてもいいよと。はい、ありがとうございます。器が大きいですね。さあ続いて阿部選手、お帰りなさい。お久しぶりです、ね、お久しぶりですね。今ちょっとなんか久しぶりと思って、はい、まあ、自己紹介も改めてね、はい、お願いします。 AC 長野パルセイロから来ました。背番号16番ゴールキーパーの阿部信之です。呼び名は、まあ、FC 東京のサポーターの方は昔阿部信ってこう呼んでくれてたんですね。阿部さんと川口信さんがいたんで、まあ、そういうのもありましたけど、まあ、今は阿部さん、阿部かぶりしかないので。そうですね、阿部かぶりありますね。まあ、ノブとか、はい、新しいのあったらまたお願いします。新しいのを募集しているということで、まあ、多分馴染みの方は阿部信って言っちゃうかもしれないですね。はい、ありがとうございました。いただきましたお三方です。森重雅人選手、阿部修斗選手、東圭吾選手です。どうぞお越しください。ずっと見えてます。はい、ではおかけください。慣れ親しんだメンバーということで。そうですね、はい、あのここは自己紹介いいですよね。いらないですね。いらないですよね。30分は待ちました。そこ本当に、はい、すいません。いかがでしょうか。はい、3週間休めました。休めました、はい、で今の時何ですか。まあでも、まあ、自分もそうだったように、あの僕もあの当時日本代表だった今野さんっていうのを、ね、やっぱり隣で見て、はい、自分もこう成長できたんで、はい、まあそういう、プレーをして、あの後輩たちにいいプレーをこう見せながら、うん、後輩たちがこう成長してくれるみたいな、うん、隣で見られたらいいかなと思ってます。隣で見ながらいい競争をしながらどんどんお互い高め合うっていう感じですか。そうですね、はい、で、うん、動きやすい。立ったらそこ、はい、最初の星マークのところで、うん、どう、軽くて、はい、動きやすいですね。彼しか言ってない。最後、笑って終われるように、まあ、シャーベみんなで関われるように頑張っていきたいなと思いますし、こういう時期ですごく、応援のスタイルっていうのは難しいと思いますけど、ぜひ一緒に戦ってくれたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。楽しかったですか。楽しかったです。緊張しました。脱ぐとき若干つかい。お疲れ様でした。お疲れ。いかがでした。いかがでした。おい、飛んだ飛んだ飛んだ。おい。びっくりするわ。ありがとうございました。これにてフォトセッションを終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。いや、本当に難しいシーズンになるなと思いますし、まあ、先ほども言いましたけど、オリンピックがあって、またさらに過密日程になると思うので、まあ、去年ほどではないと思いますけど、しっかり去年生かした経験を今年も生かしていきたいなという思いです。その他質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。すべての公式戦で 5得点だったので、今年は J1 リーグで5得点っていうのを狙っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、まずはシーズンが、安全安心にできることを願ってますし、それに向かって自分も、まあ、こういう首都クラブである以上、
感染予防の対策 の、 その象徴となるような模範的なしっかり行動を取らなければいけないなというのは今一つ感じています。そして FC 東京はやっぱりタイトルを目指す、取るべきチームだと感じているので、今年の初めに、ルヴァンカップ取りましたけども、新しい今年も連続してタイトルを取れるそういうチームのしっかり一になれるようにやっていきたいです。まあ、僕個人的には、まあ、そこまで意識したものはないですけど、やっぱチームとしては本当に勝ちたいなって思います。Gリーグ優勝っていうところは、まあ、みんなが思っていることだと思うんで、まあ、そこは変わらず、まあ、個人としては今までずっと10得点10アシストっていう目標を J2 の時から掲げてたので、それを達成できるように、少しでも多く点取れるようにアシストできるようにやっていきたいなと思います。もちろん、長友選手だったり森田選手だったり本当に日本を代表する選手が数多くいる大学なので、本当に、まあ、安倍選手も中村選手も、まあ、三田選手もいますけど、本当にいいお手本というか、本当に、まあ、去年は、安倍選手と小高選手一緒にサッカーが、2年前の僕が3年生の時は一緒にサッカーができていたので、ある程度こういう基準で、こういう基準っていう一つ の、 その指標というか目標が自分の中では、まあ、裸で残っているので、まあ、それを本当に今年1年、シート距離体現できたらなと思っています。やっぱ自分のプレーもそうですけど、やっぱ一番大事なのはチームを勝たせるっていう部分だと思ってるんで、まあ、そこのゲーム感含めいろいろ学ぶことたくさんあると思うんで、そういうとこをどんどん吸収していけるようにやっていきたいと思います。まあ、本当にすごい大掛かりで、たくさんの方が、まあ、こういった素晴らしい機会を設けてくれたので、まあ、自分自身も、まあ、今年始まるなっていう思いもありましたし、すごい気持ちも高ぶったので、また今年シーズン頑張ります。お願いします。よし、まずキャンプ、キャプテン、キャンプキャンプ頑張ります。よし、頑張りましょう。